ハンター株、ついついポチっちゃった。カキラボ。皆さんどうもこんにちは、リターンバイカーのカキさんです。今回は、ついに買ってしまったバイク、ハンター株の動画を出してみようと思うのですが、実は私、21歳までバイクが大好きでよく乗っていたんですよね。それこそいろんな種類のバイクの中古やジャンクを買い、直して遊ぶのが趣味。そんな生活をしていたのですが、子供の誕生を機にバイクから遠ざかっていたんですよね。しかし、子供がもう大きくなったというのと、娘の肩身のとある一言がきっかけとなり、またバイクに舞い戻ってしまいました。ねえねえ、カキさん。どうしたん？私、最近電動アシスト自転車でよく出かけてるじゃん。遠出したいんだけど、やっぱり自転車じゃ無理があってさ、バイクの免許取りたいんだよね。カキさんが昔乗ってたみたいな SR みたいなミッションのバイクに乗りたい。マジか。でもお母さんが危ないからやめと。説得した。え？説得した。という一件があり、娘が冬から免許を取りに行くことになったんですよね。しかし、私や妻とは違い、華奢な肩身には大きめなバイクは厳しい。ということで、まずは小型限定普通二輪免許からステップアップしていくことに。最初はヤマハの ID125SP などを検討していたんですが、バイク屋で見た株に一目惚れ、免許が取れたら株を買うと意気込んでいて、買ったら一緒にツーリングしようね、という話まで。我がラボには息子と娘がいるのですが、息子はゲーム好きの超インドア派。実は息子とのツーリングを夢見て玉砕していた私としては、図らずも娘がその夢を叶えてくれることに。そしてその日からグーバイクや YouTube など色々と株の情報を見漁っていたら、なんとタイミングよくこのハンター株との出会いが、私の方が早くバイクを買ってしまいました。そんなこんなでリターンしてしまった私ですが、このハンター株の色とカスタム具合に一目惚れ。これ、中古車用なんですが状態もよくかなり格安で購入できたんですよね。購入したのは YouTube などでよく、〇〇で購入するのはやめろ、って言われるフリマサイト。自賠責も3年以上残っていて、かなり車外パーツが付いている状態。しかも走行距離も購入時は 4600km 程度だったんですよね。このレベルの車両を買おうとすると大体40万半ばくらいしてもおかしくないのですが、出品タイトルにハンター株という記載がなかったために、なんと約30万円で購入することができました。まあ、この走行距離や状態なら大丈夫やろ、と現車確認もせずに購入してしまったのですが、出品者の方がマジでいい人で、次の日には書類をもらい、翌日には引き上げることができたんですよね。しかも、残っていた純正パーツまで無料で付けてくれたので本当にお買い得でした。もちろん状態も良く、保証なんかも残っている状態で、単にバイクの乗り換えで不要になったからという理由で手放すようで、引き渡し前にはメンテナンスもしてくれるといういい人ぶり、とても安心して取引ができました。では、入手経緯はこのくらいで、ざっと車両を見ていきましょうか。このバイクはホンダが販売している CT125、ハンター株という車両で、郵便局や新聞配達などでよく見た株というバイクの中の一種。その株の中でも 125cc で小型自動二輪車という区別になるバイクですね。原付ではないので 30km 制限や2段階右折は不要で、任意保険のファミリーバイク特約に加入できるので、維持費が安いというメリットがあります。しかし、デメリットとして高速道路やバイパスなど走行不能な道路も多いので、街中や下道をとことこ走るのに向いたバイクといった印象ですね。また、このハンター株の特徴としてはオフロード走行が可能な点が挙げられることが多いのですが、ブロックタイヤや荷台が大きいのでキャンプツーリングなどには使いやすいらしいです。そしてこの車両はかなりカスタムがされており、デイトナのウィンドシールドが付いていたり、竹革のナックルガードなども付いているんですよね。あと、ハンター株って純正のヘッドライトが暗いって不評なんですが、要はカランメーカーの明るいヘッドライトに変えられているのはありがたかったなぁ。他には USB の充電用ポートが2個付いているのでスマホの充電もできますし、メインシートが TWR のローダウンシートに変更されていたり、タンデムシートも付いています。タンデムシートは使っていない時は背もたれになるのがマジで助かる。スライドキャリアも付いているのでタンデム時にはキャリアの移動もできるし、ドラレコ兼モニターも付いているのでこれで約30万はマジでお買い得だったなーって感じています。ここらのスマホスタンドや GoPro 用のマウントは自分で付けたんだけど、最近撮影用に GoPro も買ったのでちょっと走行動画も撮ってみました。ということでこれがこれからの私の相棒。では、少し近隣のリサイクルショップでも目指して走ってみましょうか。
ということでハンター株での走行ですが、よく株の中ではトルクがあるとか言われる種類ではあるんですが、正直 125cc なのでやはり非力さは否めない感じ。一速からかなりアクセルを開けていかないと出だしはスクーターに置いていかれます。しかしどの道下道しか走れないし、しっかりと時速 60km は余裕で出せるので、のんびりと景色を見ながら走るのには向いているのかなと感じました。株特有のガッチャンというシフトの切り替えを楽しみながら、ゆっくりと目的地に向かっていく。そんなに行き焦らなくていいじゃない、安全が一番だよって言ってくれている感じの乗りやすいバイクですね。ブロックタイヤというのもあるかもしれませんが、ロードノイズは少し大きめに感じますし、フロントから伝わる特有の振動も若干ありますね。あと今ついているのがローダウンシートで、かなりあんこが抜かれているので、タンデム時はかなりケツが痛い。ノーマルに戻そうか悩み中なんですよね。あとみんな言っているように少し足つきの悪さは感じるバイクなので、 C125 とかの方が乗りやすいのかなとは思いました。まあ私 C125 乗ったことないんですけどね。マットブラックの C125 は実車見たけどいいなって感じました。シート以外は購入から約 1000km 程度乗りましたが、乗っていて感じるのはやはり二輪車は楽しい、これにつきますね。株に乗って大須とか大阪の日本橋に行ってみたいなって野望をちょっと持ってたり、まあそれには散財が過ぎたのでちょっとお金貯めなきゃなんですけどね。キャンツーなんかもできたら楽しそうだなって妄想しながら、日々忙しさにやられています。走っていてちょっと楽しくなってきて、チーバくんの鼻のあたりまで来てしまったので、せっかくなので茨城県のリサイクルショップでも見に行ってみましょうか。はい、ということで茨城と千葉の境目まで来たんですが、現在は国道6号線を爆走しています。国道6号線は東京都中央区日本橋から宮城県仙台市へとつながる道路、現在地は千葉県我孫子市から茨城県取手市へ入っていくあたりですね。ちょっとわかりづらいですが、前方は大利根橋という大きな橋、利根川にかかる道路橋では最も長い橋らしい。千葉を走行中はまだまだ夏って感じの気温だったのですが、この日は風が強かったこともあり、橋の上はかなり涼しかったです。バイクや二輪車は風を感じられるのがやっぱりいいよね。はい、ということで茨城県に上陸しました。大利根橋を渡ってすぐに左の側道へ、県道11号線に入っていきます。今回は茨城県南部のリサイクルショップをちょっと見て回ろうと思うのですが、この先に砦のワンダーレックスがあるんですよね。速道を下った先を左折すると砦市内に入っていくんですが、この道路を約 2km くらい走ると右側にワンダーレックスが見えてきます。そうそう、国道6号線から県道11号線に入るといつも左側に見えてくるこのホテル、インナウ、絶妙にダサい名前でいつもクスッとしてしまいます。なんだろう、こういうホテルの名前って絶妙にダサいこと多いですよね。あ、そうそう、私株を購入したのって初めてで、乗ったのも初めてなんですが、株ってロータリーミッションってちょっと特殊な構造しているじゃないですか。これが結構面白くて、1速、2速、3速、4速とシフトを上げていって、普通ならギアを下げていかなきゃいけないところ、株は止まっている状態で4速からシフトを上げるとニュートラルに入るんですよね。あと株のシフトアップって踏み込んでいく形で、最初これに結構困惑したんですよね。でも乗ってみると結構簡単で面白くて、ついつい乗ってしまう、そんなバイクで結構気に入っていたりします。とりあえずとことこと走っていると、右側には八坂神社なる場所が、入り口から結構趣のある神社で、パッと見とても雰囲気が良かったです。うちの片身の趣味が神社巡りなので、近いうち連れてこようかな。県道11号線をしばらく走っていると、ようやく目的地が、右側の奥に緑色の建物が見えてきたんですが、あそこが第一目的地、ワンダーレックス砦店になります。昔は営業時間も長くて面白いものもあったんですが、最近は営業時間も短く、商品も少なくなっていて、スルーすることが多かった店舗なんですよね。果たして今回はいいものはあるのだろうか。オープン時間にもなったので、少し期待をしつつ見ていこうと思います。ではまずは1店舗目、ワンダーレックス砦店。店舗内撮影は禁止なので、中の様子は後ほど走行中に伝えようと思うのですが、営業時間は10時から19時まで。久しぶりの砦店、ちょっと期待しつつ中を見てきたのですが、何の成果も上げることができませんでした。以前来た時よりも随分商品が減ってしまっていて、ある程度充実していたのは服飾コーナーくらいかなといった感じ。 PC やゲーム系もかなり少なく、あったのはちょっとしたデバイスくらい。触手が伸びるような価格やものでもなかったので、とりあえず充電用の USB ケーブルが100円だったので、それのみ購入して出てきました。もうちょっといろいろなものの商品数が充実すると見ていても楽しいんだけどね。お店側も売ってくれる人が少ないと商品も入ってこないので難しいのかもね。では次の店舗に向かいましょう。現在県道11号線を走っているのですが、11号線を道なりに、次は龍ヶ崎方面へ。距離としてはこの砦から約 12km 程度。信号を曲がって県道11号線から県道209号線に入り、県道4号線に抜けていくルートですね。
そうそう、最近またガソリンの価格高くなりましたよね。うちの車、リッター10くらいしか走らないので遠出するとすぐ1万くらい飛んでいくんですが、ハンター株を買ってよかったと思うのは燃費の部分で、街乗りでリッター50くらいは走ってくれるのでマジで助かっています。いつも 200km くらい走ったら給油しているんですが、満タン入れてもだいたい600円くらい。一人で出かけるなら財布に優しくて嬉しいっすよね。他にも秋葉原に行った時の駐車場代が安いってのも魅力的で、土日に車を UDX に止めると3300円かかるんですが、バイクだと1000円なんですよね。バイクの駐車スペースって車よりは価格が安いところが大半なので、これはありがたい部分かなって感じます。まあ、でっかいケースや PC は買えなくなるのはデメリットですけどね。あ、この信号を曲がると県道209号線ですね。この辺りからさらに風が強くなり、ちょっと車体が横風に煽られるシーンも、ハンター株は車体は軽いんですが、タンクがお尻の下なので、ニーグリップで踏ん張るってのができないんですよね。こういった部分は普通のバイクがいいなって感じる時もありますが、手軽さとか風景を見ながらとことこゆっくり走っている分にはとても楽しいので、ついつい空き時間に出かけてしまっています。さて、県道4号線に入るまでしばらく直進。ここら辺は DTO パソコンのストームに行く時によく通る道で、周りには田んぼが多くとても開けたのどかな場所。自然の香りがして走っているととても気持ちいいんすよね。でも、龍ヶ崎に来る時っていつも天気良くないんだよな。多分ストームが嵐を呼んでいるせいだと思っています。あ、青看板が見えてきましたが、目的地は県道4号線の土浦や牛久方面。この交差点を左折ですね。龍ヶ崎といえば、サプラスクエアの中に中古パソコンショップのマギマギもあったんですが、残念ながらもう併用されてしまったみたい。中古やジャンクも面白いものがあったり結構見応えあるお店だったので、ああいうお店が減ってしまうのは悲しいですよね。さて、県道4号線に入ったらあとは目的地までひたすら直進。だいたい 3km くらいかな。この茨城県の県道4号線、いつもみんなマジで飛ばしているんですよね。東京から青森まで伸びる国道4号線もみんなすごい速度なので、4号線という名前に飛ばしたくなる何かがあるのかもしれません。さて、周りにお店が増えてきたらぼちぼち目的地、右側の奥に緑色の看板が見えてきましたね。ということで龍ヶ崎のワンダーレックスに無事到着。ここはたまに面白いデバイス系が安かったりするのですが、果たして今回はどうなのか、なんかいいものあるといいなぁ、と期待しつつ入店。ちなみにこのお店も営業時間は午後8時まででした。ちなみにこの店舗も内部の撮影は禁止なのでイメージ映像を流しながら軽く店内の様子を。ここも先ほどの砦店同様服飾品が店内の大半を占めている感じ。それ以外は日用雑貨やホビー、音響機器、アウトドア用品などが置かれていました。PC 系やゲーム系も少ないながらも取り扱いはあり、マウスやキーボードなども少し在庫がある感じ。ロジクールの G903 なんかが6980円で置いてあったのはちょっと気になったかな。その他は釣りのスポットが割と近いからか釣り具は中古品が置かれていました。そんな感じで私の気になったものは、この店舗にもありませんでした。残念ながらそうそう良いものは見つからない。まあ、リサイクルショップ巡りなんてこんなことは日常茶飯事。めげずに次の店舗に向かいますが、動画も長くなってきたので今回はここまで。続きは合間を見てまた投稿しようと思います。では、いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。子供できてから降りてたけど、やっぱりバイク楽しいわ。ダブル650やダブル800も乗りたくなってきた。